ワローワ軍は、アメリカ合衆国オレゴン州にある軍の一つ。オレゴン州東部八軍の一つ。オレゴンジオグラフィックネームズによれば、軍名の由来は定かではないが、行業で用いられる、量を意味する、ネズパース語から派生したとする説が有力と考えられている。他に、回転する水を意味する、ネズパース語から派生したとする説がある。 ルイス・クラーク探検隊の日記では、ワローワ側の名を指して、ウィルルワーと記録している。2000年度国勢調査の時点における、ワローワ軍の人口は7226人であった。軍庁所在地はエンタープライズである。ワローワの山脈と、湖1871年、最初の白人開拓者たちがこの地に入植した。彼らは、ワローワ渓谷に、 家畜の飼料を求め、山々を越えて移住してきた。1887年2月11日、ユニオン軍の東部地域が分軍し、ワローア軍が創設された。軍境界戦の変更は1890年、1900年、1915年の3度に、渡って行われた。1877年、ネズパース人から、 ワローは警告のダッシュを企む政府に腹を立てたネズパースの若きジョセフ州長はアイダホ州にある居留地への移住を拒否した。するとジョセフ州長を居留地へ強制移住させるべく合衆国軍の一部の連隊が現地に派遣された。ジョセフ州長はいくつかの戦闘を交えた後カナダの安全地帯を目指して 約2000マイルの距離を進軍したが、カナダの国境まで40マイルというモンタナ州の土地で降伏を余儀なくされた。ジョセフ首長をはじめとする一体の生存者たちの一部は、オクラホマ州で交流を受け、その後、ワシントン州にあるコールビル居留地への強制移住を受けた。生存者のおよそ半分は、アイダホ州のネズパース居留地に移住した。ワローワ軍では、 オレゴン州でおそらく最悪となる対中国人、暴力事件が発生したことがある。1887年5月、ある牛泥棒の集団が、ヘルズキャニオンにおいて34人の中国人近郊、労働者を殺害するという事件が起きた。事件には7人の牛泥棒と、男子学生が加害者として関与したとされたが、実際に、エンタープライズで裁判に立たされたのはその中の3人。 だけであった。陪審員団は1988年9月1日、3人を無罪であると評決した。この事件を忘れないようにと、被害者たちを公式地図上で追悼する定義があったが、2004年6月に却下された。却下の原因の一つに、現地のメーカーが加害者側と関係を持っていたことがあった。下記になると、和老は軍に秘書に訪れていた。 過去の著名人に連邦最高裁判所のウィリアム・オ・ダグラス判事がいた。ダグラスは1939年、ロスティーン・リバーロード沿いに別荘を建てた。2003年12月、あるデベロッパーがワローは古金庫の辞書を購入し11軒の住宅を建設する企画案を発表した。この辞書は、 上記の若きジョセフ首長の父である、旧記ジョセフ首長の墓所に隣接する場所にあった。この企画案は、ネズパース族、コールビル族、ユマティラ族などの地域団体からの反対を呼んだ。これより前に、国立公園局や公共地を守る会がこの土地を購入しようと計画したことがあるが、いずれも知りけられている。2004年2月13日、 軍委員会はデベロッパーに対し、この土地の最終的な街路図面を完成させることを条件付けで承認したが、ネズパース族の弁護士は、同族は、この承認に反対しており、オレゴン州土地利用不服審査委員会に訴える、つもりであると述べた。ワローワ軍の主要経済は、農業、牧畜、材木、観光である。 1985年、3つの制度芋の工場に、加え、造製策を専門とした数々の企業がジョセフとエンタープライズに設立し、地域経済の安定化に貢献した。合衆国リニア局は、軍の56%を保有し、事実上軍内最大の地主となっている。オレゴン州東部にある他の軍と同様、和老は軍で政党に所属する登録有権者の、 過半数は共和党の党員である。2008年の大統領選挙において、ワローア軍の投票者の63.52%が共和党のジョン・マケインに投票し、33.42%が民主党のバラク・オバマに投票し、3.06%が第三政党に投票したからイと、インボーターであった。2004年の大統領選挙では、 69.3%が、ジョージ・ W ・ブッシュに投票し、28.1%が、ジョン・ケリーに投票し、2.6%が、第三政党に投票したからイトインボーターであった。ワローワ郡は、オレゴン州の最も北東部に位置する。総面積は3152平方マイルであり、その中の3145平方マイルが、陸地。 0.20%に当たる6平方マイルが水面である。和老は湖と和老は山脈には多くの観光客が訪れる。和老は湖には自然に形成した氷河があり、大きな氷体積によって固定されている。微奇湖は周辺地域とは幾分の異なりがあり、夏季に涼しく避暑地となる。他の重要な地理的特徴に、 グランドロンド側、ジョセフキャニオン、ヘルズキャニオン、ワローア側などがある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。人種別人口構成祖先構成年齢別人口、構成世帯と家族収入と家計エンタープライズには現在も稼働している中ではオレゴン州で2番目に古い映画館がある。OK シアターというスクリーンを一つ持つ。 映画館で1918年に創建されたが、同年に流行したスペイン風邪の影響を受けて、実際に開館したのは1919 19年の春であった。ありがとうございます。